はい、矢沢敏弘です、今回はですね、大学の動きということでダリオ・アルジェントだったりですね、ジャロ映画に関するですね、大学の動きというものを2つ取り上げてみたいと思います。まず、お話しするのがイタリアの大学、そしてですねアメリカの大学なんですけれども、この2つをですね、最近記事がですねネット上の新ニュースサイトのですね、記事という形でこの2つの動きが挙げられていましたので、今回はそれを紹介してみたいと思います。まず1点目がですね、イタリアの大学なんですけれども、トリノの近郊にある大学なんですね。これですね、ルニベルスタポポラーレディベルチェリという、ベルチェリっていうトリノの少し離れたところにある町があるんですけれども、そこの大学なんですね。そこの大学での動きなんですが、どんなことをやるのかというとですね、ツアーですね。もういよいよですね、3月ということで、寒い中から、いよいよ春に向かってということで、外に出ていきましょうという、コンセプトでですね、トリノに向かう、ツアーを計画しているということでですね、3月14日に再開されるですね、ツアーな、大学主催のツアーなんですけれども、タイトルがですね、トリノジャッラっていうタイトルなんですね。アルジェントのファンの方はお分かりになると思いますが、ジャッラっていうのは黄色ですよね。ジャッロ映画って言いますけどね、黄色い表紙の、ですかね、いわゆる犯罪小説だったり推理小説をイタリアではジャッロという奇拍子というふうに呼びますけれども、まさにですねこの、そういう犯罪だったりスリラーのトリノということで、そういう舞台を巡るツアーなんですね。なかなか面白そうなんでね、私も行きたいなと思ってるんですけどね、3月14日ですね。で、具体的にどんなことをやるのかというと、そういうトリノのですね、いわゆる犯罪といいますかね、そういうちょっと物騒なところを巡るツアーだそうなんで、詳細はちょっとなかなか書かれてないんで、調べ後でお楽しみということもあると思うんですけれども、トリノというとですね、トリノ大学でも教鞭を取った昔のですね、犯罪学者、近代犯罪学の父と呼ばれているですね、チェーザレ・ロンブローゾという名前をお聞きになったことありますでしょうか。生来的犯罪人学説といって例えば、なんですかね、人相ってありますよね。犯罪人というか、いかにも怖そうな顔してたりですね、おとなしそうな顔ってあると思うんで、これ全く否定されるかどうかってちょっと私もわからないところがあるんですけどね、ロンブロードとしてはそういう、なんていうかね、形態とか外見とかですね、頭蓋骨の構造とかですね、そういったことによってですね、犯罪がもっと生まれたままの犯罪者になるですね、資質だとかそういったものがあるということをですね、考えて、統計学的な手法といっても、今から見るとかなりプリミティブといいますかね、すごく初歩的で、本当に統計に値するものではなかったですけれども、そういった数々のですね、サンプルを取ることによってですね、こういう、なんですかね、その骨相といいますか、こういうタイプ、こういう、あと人種とかですね、顔だったり人種だったり、そういったところによって犯罪者になる傾向がある人物をですね、判定するというような、考え方ですよね。それを提唱した人物がこのロンブローゾということですね。で、刑法をやられている方だとなんかお分かりになると思うんですけども、今だとですね、結局顔とかですね、人種でそういう気質があるということは、やはり差別にもつながりますしね、なかなか現代ではもうほぼ否定されてるんですけれども、確かにですね、外見が怖いとかね、暴力団風の顔とかですね、おとなしそうな人ってなんとなく見ただけで分かるっていうのは、確かにね、実感はできるところであると思うんですけどね、なかなかその辺をきっちりとですね、だからといってそういう、最初から怖いとかですね、犯罪を犯しそうな人を最初から隔離してしまうとかね、そういったことであると、ちょっとやっぱり現代で受け入れられないところもあるかなと思うんですけれども、そういうですね、ロンブローゾというのがトリノで、ずっと住んでいてですね、大学でも教鞭を取られていたということで、彼に関する、場所を探ったり行ったりですね、あとはデボリッチっていう、1958年にですね、世界を騒がした殺人鬼ですね、デアボリックというふうに一般的に言われてるかもしれませんけどね、トリノの間のですね、そういった殺人鬼ですね、それの関係する場所を訪ねるとかですね、あとは、ダリオ・アルジェントのロケ地ですね、これはもうファンであれば、当然知っているところだと思うんですけど、サスペリアパート2の場所ですね、ロケ地はローマとトリノで、特にトリノの場所が黄色い幽霊屋敷であるとかですね、
有名ですし、あとは4匹のハエもですね、トリノで撮られている部分があったりですね、まあ、そういったあとあれですかね、私は目撃者もそうですよね、トリノで撮られていたりですね、あとはジャーロであるとかですね、まあ、トリノを使った映画というのは非常に多いですね。スリープレスもそうですしですね、トリノでアルジェントは多くの映画を撮ってるんですけども、まあ、そういった関係する場所をこう、訪ねるというような感じになるんだと思うんですけどね、また詳細はちょっと不明なんですけども、まあ、こういうツアーがあります。でローマどういうスケジュールになるかというとですね、ベルチェリーですね、トリノ近郊の町なんですけども、そこにですね3月14日からですね、これ夜のツアーなんですね、要するに月明かりの下で訪ねるツアーということで、夜に行われるツアーなんですけども、18時45分にですね、これはベルチェリーのピアッツァ・チェーザレ・バティスティというところに集合するわけですね。で、7時にトリノへ向かって出発ということで、これバスになるんだと思うんですよね。バスで出発します。で1時間半かかるんでしょうかね、20時半にピアッツァ、これ18ディッテンブレですね、18日広場というんでしょうかね、そこで、着くよということですね。そこでトリノについてですね、ガイド付きで徒歩とバスで3時間のツアーをやるそうです。だから8時半から、9時半10時半11時半ですね、11時半まで3時間ですね、トリノを、のこう犯罪といいますかね、ジャンロの関係するところをですね、尋ね歩いてガイドしてもらうというツアーですね。そして、11時半にベルチェリへ向かって戻るということで、まあ一日というか日帰りというかですね、夜の観光で、で7時から8時半、1時間半ぐらいかかるんで、多分戻るのが夜中の1時ぐらいになるんでしょうね。というツアーは結構私もイタリアにいた時はいろんなツアー行ったことありますけどね、まあ帰りが日本みたいに早くないんですよね。結構夜中の地元に戻るのがですね、夜中のもう深夜過ぎだったりねするのが多くてですね、本当に夜型 のエンターテインメントってイタリア多いんでですね、ちょっと日本だとびっくりすると思いますね。夜中の1時に着くとかでね、そこからこうホテルだとかですねに送ってくれるんですけどね、まあそんな大きな街じゃないんで、どこでもですね、徒歩では帰れないこともないと思うんですけども、まあ、そんな形のツアーがあるということで、なかなか興味あるかね、ベルチェリーにお住まいの方がもしいらっしゃればぜひご参加いただきたいと思います。ということで予約はですね、2月の20日までということでですね、ぜひ、ご興味ある方はですね、トリノの街をですね、このベルチェリ大学のですね、ツアーを使っていくというのも面白いなということで、まあ、ちょっとまあ空想ですね、私もこれ どっちみち行けないんで大変だと、なかなか行きたいなとは思うんですけどね、なかなか難しいところですよね。ということで、まあ、今回の一つのご紹介です。もう一つはですね、今度はアメリカの話なんですけども、ガラッと変わってですね、トリノじゃなくて喜びの木は、ダリオ・アルジェントの監督デビュー作ですね、これが、上映するという話です。どこで上映するかと言いますとですね、アリゾナ、ユニバーシティオブアリゾナということで、アリゾナ大学ですかね、アリゾナの大学でですね、このフィルムクラブ、シネマトピアフィルムクラブというのがあるんですけども、そこでですね、上映会があるというのが告知が載ってましたので、ちょっとこれもご紹介しておきたいと思います。でここのシネマトピアフィルムクラブはジャロマンスということで、まあジャロですね、いわゆるイタリア製のスリラー映画の、月刊ということで、その一環でですね、喜びの牙を上映するそうなんですけれども、いつやるかというと、これはもうすぐですね、2月の11日の火曜日に、7時から10時までの3、7、8、9、10ですね、これも3時間ですね、まあ、さすがアメリカだけあって10時には終わるということだと思うんです。まあ車で帰るんでしょうけどね。ということでですね、3時間、まあ、喜びの牙3時間あるわけではないので、上映前ですね、喜びの牙の上映前にジャーロ映画のですね予告編集というのをね、流すそうです。で予告編を見た後で喜びの牙を見るということらしいんですけどね、まあ、これはこれで、まあ、アメリカでもこういう上映会があるなというのがあるとなかなか楽しいなと思いますね。ということで場所がですね、UA キャンパスインザハービルビルディングルーム104ですか、104で1103 E の、セコンドストリートと
ということでですね、アリゾナにお住まいの方はですね、こちらももし参加してみると面白いかなと思います。なかなか今回はですね、トリノの近郊にお住まいの方とかですね、アリゾナのお住まいの方向けのアナウンスだったんですけれども、まあ、あまりそこにお住まいの方は聞いてないかなとは思うんですが、まあ、ちょっと空想の翼でですね、まあ、何を言いたいかというと、まあ、大学でもですね、こういうあの、まあ、アルジェントに絡まるツアーだったり動きというのはこう日夜ですね、全世界で何らかのものが行われているというお話をさせていただきました。本当にネタが尽きないと言いますかね、本当にあのアルジェント、ダリオ・アルジェントという名前がですね、記事に全世界をベースで見ればですね、乗らない日はほとんどないんではないかというふうにね、あの思っています。ということで、もう世界のどこかでですね、あのアルジェントに関わるイベントなりですね、映画上映というのはあの今なおですね、もう続いているんだと思います。ということでですね、まあ、最後にちょっと告知ですけれどもね、あのトリノチネマの風景という写真展ですね、こちらはあの2月の8日土曜日からですね、横浜石川町のギャラリー風で開催しますので、まあ、これもある意味ですね、アルジェントに関わるイベントが、まあ、全世界で行われているというものの一つだと思うんですけどね、ぜひねお越しいただければと思いますという、ちょっと最後に便乗的なお話でしたけども、今回はですね、こんな形であの2つの大学での、大学が主導してやっているイベント、大学が主導って言いますかね、大学における名前が入ったですねイベントの2つのご紹介をさせていただきました。はい、ということで今回は終わりにしたいと思います。